沢と申します。よろしくお願いします。ホムラ重工株式会社代表取締役です。この生態群制御っていう技術は、基本的にシンプルで、魚とか水の中の生き物を自由に動かすっていう技術です。水槽のところに電極を壁面に入れます。で、壁面から微弱な電気を出すことによって誘導しています。で、この微弱な電気というのは、専門用語では電気触覚と言いまして、例えばこう人間のこう体を触った時に何が起きるかというと、触った瞬間に表面の細胞が少し潰れます。で、潰れた瞬間にこの細胞の方で、化学変化とかいろいろあって、実は微弱な電気が出てます。で、ここの押すと微弱な電気が出て、神経が受け取ってこう体を伝わっていくと、触ったということを認識します。で、この微弱な電気をこう触る代わりに外から与えてあげると、こう触ってもいなくても触ったということを認識することができます。これが電気触覚ですね。ものすごく弱い電気触覚のような刺激の微弱な電気を与えることによって、魚からするとこう追いやられているような感覚を再現しています。そうすることによって水槽の中の魚を自由に動くという、そういう仕組みになります。水産業の工程を見ると、魚を活魚を動かすっていうのは実は全部の工程で行われています。現在はそれを網を使ってこう魚を囲ってこれを動かすっていうことをやっていて、そこにはものすごく人手がかかってます。で、さらに潜水士みたいな、プロフェッショナルな資格を持った人じゃないと従事できないっていう作業も含まれています。で、そこに対してこのシステムを導入することによって省力化、人がいなくてもできるんじゃないかなというふうに考えています。地方に行けば行くほど若い人がいないので、高齢者に対する問題の答えの一つとして、システムで自動化しましょうというところがもちろんあります。ただ水産業自体はその産経労働でもあって、若い人がいっぱいいるところに行っても基本的に若い人はやっぱりいないんですね。そういうところを見ると、今発展しているような、市場が伸びているようなところでもこのシステムを導入してもらえるチャンスがあると思っています。学生の頃に先輩の一人が実は人工心臓の研究室に入ってました。で、僕はそこにアルバイトでお手伝いに行ってました。そこの先輩のお手伝いをしているうちに、生体の計測の仕方とか実験の仕方とか、そういう回路の仕組みとかソフトウェアのことを勉強する機会がありました。で、サイバーダインという会社はそこの研究室が作ったベンチャー企業です。で、そこでは今度は生体計測、この体の筋肉を動かす時のこの筋電位っていうものの計測をやってまして、そういうところの積み重ね、蓄積によって、生き物の知識、生体電気の知識が得られました。で、この生体群制御っていうのは、これまで計測しかやってこなかったところを今度は逆に電気を与えてあげようっていう、逆のことをやってます。それをうまくやったら、魚が動いて現在に至るっていう感じですね。ここ岩手県の滝沢市が自分の地元にありまして、東日本大震災というのがあって、岩手県が結構被災して沿岸部の方は亡くなったりとか、そういうショッキングな出来事がありました。全部破壊されてしまっているので、産業自体が一回ストップしている状態なので、そこを復興させたいなという気持ちは今でもあります。イノベーションのプログラム自体はインターネットの世界では結構有名で、ソフトウェアじゃなくてもいい、何でもいいっていう、割と範囲の広いプロジェクトだったので、アイデアは浮かんだけれども作る予算がなかったので、そこで応募しました。僕がやってるようなこの生態群制御っていうのはものすごくチャレンジングなテーマです。アイデアがあったとしてもそれにお金を出そうっていう人なかなかいません。そこに今回の総務省のプログラムのおかげで初めて、ちっちゃいんですけど、テストのモデルを作ることができました。これはやっぱりすごく大きくて、一回作るとそれをわざわざ見に来る人がいっぱいいるんですね。魚を自由に動かせるっていうこと自体をまず信じてもらえない。映像で動くっていうところを見せても、要はマジックの一種、手品だと思われてしまう。まず信じてもらうっていう、この技術そのものが存在しますよっていうことの見せ方とか PR が最初、今の段階では重要かなと、そこが最初の課題かなと思います。水産の世界って実は日本より世界の方が圧倒的に大きい。
で、中国とか東南アジアを見ると成長率が日本の何倍もあるというような状況です。さらに最近はですね、少し温暖化が進みすぎていて、ものすごく暑すぎる地域に水辺を作りましょうと、人工の池みたいなものを作りましょうっていうプロジェクトが立ち上がってきてます。その人工の池を作ることによって、例えば気温が40度あるところが少し下がるかもしれないと。ただ池だけ作って何も育てないのは非常にもったいないので、その池で一緒に魚を育てましょう、養殖をしましょうっていうのがプロジェクトが立ち上がってるらしいです。そうするとこのシステムっていうのは、今までその海とか水産のことしか考えてなかったんですけど、もっと地球の温暖化にももしかしたら手助けができるんじゃないかなっていうふうに考えて、最近はもう昔に比べたらもっとはるかな広い視野で物事を見るようになりました。夢物語といいますか、予算が結構無尽蔵にあれば、もう湾内丸ごと買い取ってですね、自分の湾でなんか勝手に実験して、なんか船も使わずになんか魚大量に水揚げできるみたいな、いいのができれば一番理想的です。多分それを見せた瞬間に、多分水産に対する考え方が世界中でコロッとスイッチが変わると思います。